はい、それではね、こちらスワニープロデュースの、記事のね、紹介になります、ヘリンボーン織りの、コットン&リネンになります。はい、でまずね、この記事の特徴なんですけども、まあ、スワニーがね、プロデュースして作りました。で、何をね、こうテーマにして作ったかというと、まず、これね、洋服に使っていただきたいんですね。なので最初に木綿っていうんですけど、この生地です、ベースになる生地、それを、ヘリンボーン織りのね、生地をちょっとこう使うことによって、少しね、こう個性的な、ベーシックということでね、そこを楽しんでもらいたいなと思います。ちょっとね、このヘリンボーン織り見ていただきたいんですけどね、よく見るとね、やっぱりこう無地のこうベーシックな平織りとはね、また違った生地のね、こうデザインを楽しむことができるんじゃないかなと思います。はい、で今日の方もね、綿が 75% でリネンがね 25% 入ることによって、麻のね、ちょっとこうナチュラル感も、楽しむことができるんじゃないかなと思います。はい、で次に、こだわったところがやっぱりね、スワニープロデュースということで、このね、カラーをね、ぜひね、楽しんでもらいたいなと思います。で何をね、こだわったかというと、定番の生地って割合とね、こうちょっとデータを見てですね、あ、やっぱりこの色売れてるんだなということで、結構ね、こうデータで作ってしまうことが多いんですよね、無地っていうのが特に。ただまあもちろんね、ベーシックで使いやすいのもそうなんですけども、せっかくということでね、やっぱりこうスワニーならではのね、こうオリジナルのカラーを、たくさんね、入れ込みましたので、ぜひね、この商品やっぱりね、こうカラーの方もね、見ていただきたいなと思います。はい、で次にね、生地の風合い見ていきましょう。はい、まず厚みなんですけども、これね、中肉厚のね、本当にこう使いやすいタイプになります。決してね、こう薄すぎないんですよね。かといって厚ぼったくないので、本当にこうオールシーズンね、洋服で使えると思います。例えば春からね、こう夏にかけてだったらノースリーブとかね、あと半袖にしていただければ十分ね、使っていただけますし、その他のね、季節でも、袖丈をね、長くしていただければね、例えば秋とか、春シーズンなんかにもね、十分使えると思います。はい、で風合いなんですけども、風合いはこれね、実は最初からソフト加工を施しておりますので、本当にね、こう柔らかい風合いをね、こう楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。綿のね、やっぱりこう柔らかさと、こうリネンのこうナチュラル感っていうのを存分に楽しめると思いますね。でこれね、最初ちょっとこうフラットな感じになると思うんですけども、洗えばね、洗うほどもっとね、こうヘリンボーンならではのね、織り感がね、こう立体的にこう浮き出てきますので、その辺もね、楽しめるんじゃないかなと思います。はい、それではね、次ドレープ見ていきましょう。はい、ドレープもこんな感じでね、すごくね、こう柔らかくて、ナチュラルなドレープ楽しんでいただけると思います。で作品のイメージなんですけども、で、ね、こうトップスですね、ブラウスからね、始まって、ワンピースなんかもいいと思いますし、ボトムスなんかもね、すごく相性がいいと思います。で、すごくね、こう柔らかい質感になってますので、ボトムスだったらね、割とちょっとこうゆとりがあるね、こうドレープタイプのね、ボトムスが相性がいいんじゃないかなと思います。はい、以上になりますね。ぜひね、これサンプルもね、たくさん作りますので、そこもね、参考にしていただきたいなと思います。大人のね、服はもちろん、子供服なんかもね、すごくこうベーシックなんですけどもね、固定的で、個性的でね、おしゃれなね、作品作れると思いますので、ぜひね、楽しんでいただきたいなと思います。